イコーカカモノハシのイコちゃんカモノハシのイコちゃんカモノハシのイコちゃんは西日本旅客鉄道が発行する IC カードイコーカのマスコットキャラクターであるキャラクターについては漫画家の夏のひまわりにデザインを委託しその後 JR 西日本がキャラクターに関する権利を買い取ったカモノハシが選ばれた理由は以下の3つの特徴を持っていることによるただし カモノハシは、分類上は、原始的な哺乳類とされており、先進性の象徴としては、やや難のある説明である。イコウカ登場当初の名前は、イコカモノハシ及び、カモノハシ教授だった。前者の名前の由来は、イコウカを持って乗れば早くて、幸せという文章の略から来ている。後にイコウカのキャラクターとして定着してからは、JR のポスターなどでももっぱら。 カモノハシのイコちゃんと称されている。目の形も当初は垂れ目であったが、最近は釣り目となっている。スマートイコーカのイラストは初期の垂れ目のままである。岡山支社館内では、市社独自で作成したポスターパンフレットに初期の垂れ目のものが参見される。テレビ登場当初から、同じくイメージキャラクターとして起用されていた。 仲間ゆきえとのコミカルなコマーシャルが放映され、関西ではこのツーショットが定着している。初期の関西地区での CM では、カツラサが声を当てていた。広島地区では、広島テレビ放送、広島ホームテレビが、行こうか、サービス開始時やパスピーエリアでの利用開始時に5分間のミニ番組を放送し、その中でイコちゃんのぬいぐるみも登場した。 2013年11月1日より、イコーカ導入10周年を記念して、駅、券売機で発売される、イコーカのカードデザインが、イコちゃんのイラストの入ったものに、順次変更されている。なお、ポスター等では名前に書け、黒板に、1月5日と書き、キャラクターが共演したものがある。緑の窓口に、ぬいぐるみが飾られている駅があるほか、 JR 西日本関連のイベントや JR 西日本公式野球部の応援で着ぐるみが登場することもあり実質的に JR 西日本全体のマスコットキャラクターという位置づけもなされている。京阪電気鉄道の主要駅では IC カード専用自動改札機の足元に存在する空間にぬいぐるみが入れられていたことがある。また、 JR 西日本の駅構内に設置されている飲料の自動販売機のうち IC カード対応機キュリコにはイコちゃんが描かれているキュリコという愛称が付けられる前はカードリーダーを指しているイラストが描かれたものもあったイコちゃんのイラストが貼られているイコーカチャージ機他にスマートイコーカのキャラクターとしてスマートイコーカと書かれた釜口をぶら下げた銀色の イコちゃんや子供イコーカのサービス開始時に登場した子供のカモノハシのキャラクターカモノハシのイコフトシとカモノハシのイコビが存在するイコフトシとイコビの相性は公募によって決められたもの動物のキャラクターではあるがカモノハシのイコちゃんとスマートイコちゃんには性別の概念がないことが公式で言及されている性別の概念があるイコフトシとイコビは 兄弟かどうかは分かっておらず、イコちゃんとは、親子ではない。2016年は、京セラドーム大阪で開催された、社会人野球日本選手権大会のみだったが、2017年、以後は、都市対抗野球大会の応援のため東京ドームにも、登場した。IC カード専用自動改札機の場合、直気用の検証機器を入れる必要がないため、その分のスペースが空く。 何か悪いことしたの自動改札機に閉じ込められた、イコちゃんの姿がこちら。J タウンネット。2020年3月5日閲覧。おもちちゃんさんの2020年6月1日11時5分のツイートより、訂正、イコちゃんは男の子ではないようです。JR の方から、年齢、性別不詳との訂正のご連絡が来ました。ありありや 簡単譜男の子の設定にすればいいのになぁ。赤いほっぺの笑顔。イコちゃん、ハローキティカモノハシのイコちゃんぬいぐるみキティちゃんとイコちゃんの誕生日11月1日に販売開始。JR 西日本プレスリリース2008年10月20日。JR 西日本プレスリリース、リカちゃんカモノハシのイコちゃん、ストラップ。リカちゃんカモノハシのスマートイコちゃんストラップ十二月十二日に。 販売開始 JR 西日本プレスリリース JR 西日本で実施されている爽やかマナーキャンペーンのキャラクター秘密結社高の爪か物橋のイコちゃんとコラボした3種類のグッズを発売 JR 西日本プレスリリースイコーカルームが誕生 JR 西日本の他のマスコットキャラクターハット JR 西日本 イコちゃんとスマートイコちゃんによる、イコーカ電子マネージュ10周年記念イベントと、抽選会、トラベルウォッチ2015年10月2日。ありがとうございます。